にちは。2005年9月7日、14時頃。今、猫、こっち。鳩の子。で、いい具合に、訴訟を頼んだんですけども、朝食まですると高いんで、高いんで。自分でやってみたのよ、ね。こっち。カラーニス、ただのニス、こっちに水性ウレタンフラット、ツヤなし、両方重ね合わせても大丈夫でした。いや、年数経てば知らないけど、でも貼り直せば、こっち茶色く、もっこ黄色い、つまりこっち黄色くし、こっちを黄色くして、だん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 こっちを茶色くしてきて、ここでやまっちゃった。疲れちゃった、疲れた。ここずーっと階段もやったんですよ。なんでやったって、この猫と鳩のためだったな、こりゃ。やっぱり油性の方が強いですね、水分弾いて。だけど塩こいた失敗ですね。表面に薄いものがあってやると、どうしても引けちゃうんですね、油性の場合は。でもうちの場合は通った跡があるんならば、やだ、張り替えた方が早かったかなって感じもするんですけどね。手間かかりますよ。うん。それとここ面白い、わかるかな。塗ってもう一度ニスかなんか塗ろうとしたんですよ。ここ表面木目調になっちゃった、ペーパーかけたら。でこのまんまにしちゃったんですよ。結構いいと思いません？これ木目調、木目調。ああ、時間もつる、猫は下、うん、鳥はここ。あら、この空間、カメだ。あらあら、まだ扇風機。なんででしょう。うちの中の風のコントロールに使ってくるんですよ。ハトちゃん、ここ。はいはいはい。ゆったりと自分の髪を。猫は今、煮干しちょうだいねって言ってるんですよ、これ。煮干しちゃん。こんなんです。大変でしたよ、ペーパーがけ。でも簡単ですよ、粗いんで。ちょっと体力があれば誰でもできますよ。失敗してもまたこうすればいいんですから、ガラガラと。ただほこりだらけ、うん、濡れた雑巾とあれでしたね。まあこのためだったな。うんちしても平気、手で取れるし、あと猫ちゃん粗相しないし。失礼しょー、ブリハト、鳩が一生猫と。こんなのが良かったよ。おやおや、でっかくなったよね。失礼します。んんん、何やってんの。ああ、そう、鳩はまだこれ重みで分かりました。そう、この重さとこの翼だ、翼だとまだ飛べないですね、全然。これは無理。なんで分かるかというと、模型飛行機作ってたからわかるわ。この羽の病気じゃ飛べねえよ、こう重たくて。全然離したら落っこっちゃうもんな。ひでひで、何でもやってみるもんですね。模型飛行機でこれでわかりますよ、飛べないって。飛べないですよ、重たいもん。この翼じゃ全然、この倍ないと飛べないですね、目方から見ると。目検討でわかるようになりますよね、あんだけ作り苦労して、うん、昔の子供はみんなそうやって遊んだんだ。ゲームじゃなかったな。それじゃ、さようなら。